おはようございます。コウスケと申します。ガンダムエボリューション実況していきます。最近ですね、結構縦キャラ練習してるんですよ。僕ちょっと CS 版のとある仕様の関係上あまり触ってなくて、でもそれだとすげえもったいねえよなと思って、最近かなり縦キャラ練習してて、ということでですね、今回はこのサザビー使っていこうかなと思ってます。実際こいつめちゃくちゃ強いので、こいつ使えば大活躍間違いなしなんじゃねえかと思います。まあどうかわかんないけどね。では早速対戦いきましょう。どうぞ。さあ行きましょう。おっ、あっ、あっ、あっ、いやはい、というわけで正体で出落ちをかましました。着地するところが明らかに悪かった。俺起こすかな、さすがに起こせんか。一人やったー。あっ、まずいこれ。あぶね、あぶな。よーし、俺の勝ちだ。よう当たった。今当たらなかったら負けてましたけども。さあやれるね。スナイパーは大丈夫だね、距離詰めれば。待てー、よし。ザクはねやっぱり盾さえあればだいぶ相手はしやすいかな。ん、どこだ、そこか。ここはまああんまり無理しないで、あぽい、さすがにダメまあここの正面の入り口を俺は頑張って守ろうかな。縦割れちゃう、このまま。大丈夫か、援護するよ。まずいねそれ。ふぅ、うーん、一旦下がって回復して、集中砲火だったなー。さーて、ここの中継できれば時間稼ぎたいなー。一人はやったが、これはもう G マリバ切んないと多分守れそうにないな。とりあえずだいぶ前線は崩せたんじゃねえか。これでヒッ、よし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 、ナイスナイスナイス。盾持ちをリンチできたのは美味しいね。ちょっと左だな。へえ、斧が当たらないね。おお。いやー、体力がない。お願い、こっちの角から来ないで。俺の勝ちだ。よし、ここを通すな。さすがに厳しいか、この距離は。うーん、ちょっと回復したい。一回下がって回復だけ取って、よし、かなり抑えられてはいるな。ふぅ、縦割れるのが早いな。ワンチャン距離詰められる。よし、ナイス海蛇、いい引っ張りだぞ。それはほれ、くぅ、いや、これ俺死んだらやばいな、マジで。くぅ、あー、当たってねえか。いや、まずい、これ
やったー。これは俺切ろうかな。よし、逃がさない逃がさない。わお、うまいじゃねえか。だから俺にもある。くわ、頭がね、くっそ。くっ、うわ負けた。あ、ありがとう。よし、テイルライダーなんとか落とせたな。いやーでもちょっと弾があんま当たってなかった。よし、俺も行くぞ。よーしよ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 し、いいぞ。いやーよかったよかったよかった。だいぶ守れた方でしょこれ。よし行きましょう。今度は打って変わって攻めですが、さあ敵は3人ぐらいいるのか。とりあえずよし、まずガンタンクダウンだね。でスナイパーもいるんだよな。いやここにサザビいるから。ああナイスナイスナイス、いいぞいいぞいいぞ。さあこのスナイパーは絶対やりに行く。許さん許さん、ナイスセッチ。オッケーオッケーオッケー。ほい、あっ頼む。うわーやってもうたー。うわーやらかした。大野外れたな今。よしナイスナイスナイス、ザクやれてるのでかいね。仕掛けられるかい。でで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 で、上にいるんだよな。サザビーに斧は使いたいんだよね。そこじゃ、あー外れた。ナイスナイス、して裏、奇跡的に裏は取れた。うーんどうしよう。いや許さないぜ。いやー痛い痛い、後ろから撃たれてる。大丈夫か。よし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 、ナイス味方。これまずい、いけるか。ナイスナイスナイスです、よく守ってくれた。俺が行くぞ。他も使おう。本当は中継突破に使いたかったんだけど、いで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 、いや上から撃たれてるけど、ここで射線切れば大丈夫なはず。いけファンネル、あいつをやれ。あ終わってる。よーしよ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 し、これだいぶ美味しいね。あほっ、くー耐えらんねえ。くそー弾が当たんなかった。さあ一旦ここで待機かな。とりあえずナパーム壊して、くー、なかなか突破が難しそうだね。くー、いい斧だ。だが俺はめげない。よし、一人やったぞ。オッケーオッケー、もう一人やった。ここは一気に距離詰めたい。くー、足速い。でも逃がしたくないな。くー体力がない。くっ、味方が何人いる。3人使おう。いい斧投げてきやがるな。よしよしよし、ナイスナイスナイス。ちょ体力がない。ファンネルも終わっちゃった。
いやー、一人はやれたんだけど体力がないんだよな。とりあえず回復して、いやー撃たれるね、かなり。いやーきついな。くー、引き分けかー。いやー攻撃の時の相手の防衛がめちゃくちゃ硬かったなー。突破口が全然見つからなかった。まあなんとか MVP でしたねー。いやでももうちょっとなんかやり終わった気がする。悔しいですけれども、まあでもサザビーの良さはかなり出てた試合ではありましたね。はい、では、サザビー使っていきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ一番高い防御力と、それでいて近距離でのこの効果力っていう、それでいて索敵までできちゃうっていう、理論上はもうめちゃくちゃ強いキャラクターなんでね、ぜひ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。では、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。いやー悔しいな、勝ってると思ったんだけどなー。